ババツネゴは、日本のジャーナリスト、政治評論家、実業家。ジャパンタイムズや国民新聞などで自由主義擁護の、論人を張る。第二次大戦後、読売新聞社社長。岡山県奥郡長浜村奥浦に、代々商屋を務めたババ家の長男として生まれる。1892年、京都の第三高等学校科に入学。1895年、 三考予科を修了し、仙台の第二高等学校入学。東北学院で、押川正義が行っていた聖書の講義に通い、メソジストとして、洗礼を受ける。1896年、二校中退。1897年、安倍総を追って同志社人学校に入学するが、葛藤の末キリスト教と決別し、一年弱で中退。1898年、 東京専門学校英語政治家入学、大熊重信らと交わる。1900年、父の銀行の閉鎖により、早稲田を中退し、同志社校長の横井時雄の紹介で、ジャパンタイムズに入社。1909年、同志社社長のカシラ・ホンモト・テイラーが企画した、英文雑誌、オリエンタル・レビューの編集長に選ばれ、カシラ・ンと共に、ニューヨークに渡る。 アメリカ合衆国での新日機運の促進に努めたが、日本の中国に対する帝国主義的侵略を批判し、日本の実業家の利益に反したため、1913年に雑誌は廃刊となる。同年帰国、ジャパンタイムズ編集長。翌1914年8月、徳富祖宝の国民新聞に移り、外交部長、政治部長、編集局長、理事を歴任。 1917年、顔の癌に侵されるが手術で助かる。1919年、パリ講和会議の主席全権が、西恩寺金持ちであることをすっぱ抜くとともに、特派員として派遣される。パリで、長井隆太郎、鈴木文治、中野聖悟、長島隆二らと知り合う。若き随行者たちは、日本全権団の官僚主義に憤き通り、不戦運動にのめり込むこととなる。帰国後、 同年8月に、長井、中野、長島らと改造同盟を結成し、普通選挙の実現を目指して演説会を開催する。1924年、前年の関東大震災の被害で、経営危機に陥った国民新聞から退社し、以後、フリーのジャーナリストとして評論活動に入るとともに、無産政党である社会民衆党結成に尽力する。 リベラリストの言論人として活躍し、1 9 2八年には中央公論、改造の常連執筆者となった。読売新聞で1 9 3二年から1 9 3五年まで日曜辞表を、1 9 3五年から1 9四十年まで日曜評論を執筆した。第二次世界大戦中に政府の言論統制が強まり、1 9 4一年二月、 内閣情報局が総合雑誌に対して執筆禁止者名簿を内示したことで、柳原忠夫、清沢清田中幸太郎、横滝三郎、水野博之らとと共に政治評論が封じられた。戦後の1945年、憲法研究会メンバーとして日本国憲法制定議論に関わった。同年12月、読売新聞社社長の勝力松太郎が、 先般容疑で後院された後、同社第8代社長に迎えられ、1951年1月まで社長を務めた。また、1945年12月、貴族院議員に直選され、1947年5月まで務めた。読売新聞社社長として1946年6月から10月の読売葬儀を切り抜けた。 1946年10月から1948年9月までは、同社主筆も務めた。1949年、日本新聞協会会長に就任。1951年、第一回新聞文化賞を受けた。1956年4月5日、東京にて、脳卒中で死去。ありがとうございます。